今日午後、神戸市樽見区の住宅で、住人の男性が刃物で腕を刺されました。警察は、同居する20代の義理の息子から任意で事情を聞いています。今日午後2時過ぎ、神戸市樽見区桃山台の住宅で、隣の人が刺されて家に来たと警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、 40代の男性が左腕などかから血を流していいる状態でで見つかったととうことです男性は同居する20代の義理の息子に刃物で刺されたという趣旨の話をしていて息子は事件後、現場から逃走しましたが警察が身柄を確保し任意で事情を聞いています。